ET1000Duffy MG-150 以下 ET4000X イサ ET6000PCIET6100PCI ET とセングラボラトリーズ、インクは、かつて存在した、グラフィックチップと PC、a t 互換器用のコントローラのメーカーである。1983年、アメリカが州国ペンシルベニア州バックス郡、ニュータウンに、ジャック H、N とセングによって設立された。 トセングラブスの最初の製品は PC-AT5 換気で CP-M を動かすためにデザインされた製品だった。この製品の OEM 契約がキャンセルされると、トセングラブスは132桁44行のテキスト表示を含むグラフィックと合い、o、や EMS 方式の拡張メモリーを搭載する多機能のグラフィックカードウルトラパッチを発売した。 ウルトラパッチが独自の132桁テキスト表示に加えて MDA 及び HGC との互換性を有していたことは後にトセングラブスがグラフィックチップに注力することの前兆となっていた。これらの拡張されたテキストモードはニッチな需要がありトセングラブスは成功を収めた。ウルトラパッチは132桁のメインフレーム用端末エミュレータとしても PC が使用される。 企業において人気があった。ウルトラパッチからグラフィック以外の機能を取り除いた、ウルトラパッチショートは最もよく売れた、MDA-HGC 互換カードとして報告されているダフィ -MG-150 の原型である。その後の都ングラブス製品も、単なる IBM 互換製品以上のものであり続けた。CGA 互換製品のカラーパッチは400ラインの、 高解像度グラフィックスを1985年に実現した。1986年の製品であるエ v お及びエ v a 4 8 0はグラフィックチップメーカーが IBM のレジスタセットを拡張した最初の例として記録されている。エヴァシリーズは i b m エ v よりも130ライン多い 640X480 ピクセルのグラフィック表示が可能な上。 ウィンドウィング、パン、ズームのハードウェアアクセラレーション機能のような先進的な機能も搭載していた。トセングラブスはグラフィックカードのリテール販売からグラフィックチップの OEM 販売へと転換を行った。トセングラブスの VGA コントローラはコンパック、デル、IBM、NEC、STB システムズ、ダイヤモンドマルチメディアやいくつかの台湾の 周辺機器メーカーのような著名なシステムやカードのメーカーの製品に搭載されているのが確認できる。トセングラブスの最もよく知られている製品は1990年から1995年に高い人気があったトセングラブス ET3000、トセングラブス ET4000、トセングラブス ET6000VGA 互換グラフィックチップである。ET4000 シリーズは 従来の d r a m フレームバッファであったにもかかわらず、珍しく高速なホストインターフェーススループットを実現していたことは特筆すべきことである。1990年代半ばには、都ングラブスは S3 グラフィックスや ATI テクノロジーズにシェアを奪われた。製品へのラムダッツの統合は特に遅れており、ET6000 まで達成されることはなかった。ET4000 の販売期間後期には、 ラムダッツが内蔵されていないことにより、都線グラブスの競争力は著しく落ちていた。近代的な内蔵 3D エンジンの開発を完了するための資金が不足していたため、役員会は次世代製品の発売を取りやめ、現金を温存し、売却先を探すことを選択した。この戦略の結果、1997年12月に、 トセングラブスの技術者とグラフィックス技術は ATI に買収された。経営陣は現金の残りと売却による利益を新興企業への投資に使うことを決め、1998年にトセングラブスは製薬会社のセルパスウェイズと合併した。ありがとうございます。